リンゴ酢を使った痩せる簡単レシピをお伝えしますね。ご存知でしたか？このリンゴ酢を毎日大さじ1杯12週間取り続けたことによって内臓脂肪や皮下脂肪が減少しましたというね、研究結果が出てるんですよ。そこで今回この動画をご覧いただきますと、このリンゴ酢をいかに上手に毎日のお食事に取り入れることができるのかということで、動画の最後では美味しく簡単にできるレシピ、あなたにご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。また今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエット、今すぐ取り組める方法、動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひあなたのダイエットにもお役立ていただければ嬉しいので、ぜひ登録されてみてくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それではレシピのご紹介に入る前に、その素晴らしいダイエット効果のあるリンゴ酢のなぜ痩せることができるのかというその理由についてお伝えしたいと思います。まずリンゴ酢が痩せるそのポイントは、あなたの腸内環境を整えてくれる食材だからなんですよね。あなたがもしダイエットを成功させたい、もう絶対にリバウンドすることなくこのまま痩せ続けて目標達成したいですという思いが終わりであれば、まずはですね、何をしたらよいのか。それはあなたの腸内環境を整えることからまずは取り組んでくださいね。なぜかと言いますと、あなたの腸内環境が悪いままですと、あなたがどんなにですね、もういろんな努力をしたとしても決してですね、長期的に痩せることができないからなんですよね。なぜかと言いますと、そもそも腸内環境が悪いままだと痩せ体質になっていないからなんですね。たとえ一時的にね、痩せたとしても、その先にはやっぱりリバウンドが待っているんです。それほど腸内環境を整えるっていうことがね、もういかに大切かっていうのがね、このお話でお分かりになると思うんですけども、あなたのまずは腸内環境にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、増やしてあげて、元気にしてあげて、いつまでもね、居心地よくね、住み着いてもらわないといけないわけですよね。その逆でデブ菌と呼ばれるその悪玉菌が増えてしまうようなものを食べていたり、また増えるような環境を作ってしまわれると、もうどんどん太っていってしまうんですよね。ここすごく大事ですので、このポイントを押さえておいてくださいね。そしてこのリンゴ酢が持つダイエット効果なんですが、まずは酢酸が多く含まれています。この酢酸がまず先ほどお伝えしたその腸の動きを活発にしてくれる働きがあるんですね。またそれだけではないんですよ。あなたのその内臓脂肪を燃やしてくれて、しかも代謝を上げてくれて、そしてその先はまだあるんです。脂肪をつきにくくしてくれる作用もね、この酢酸には含まれているんですね。なので冒頭でお伝えしました通り、毎日たったの大さじ1杯のこのリンゴ酢をたったの12週間続けただけで、内臓脂肪やその落ちにくい皮下脂肪までですね、落とすことができるんですよっていう、この優れたお酢なわけですよね。そしてなんとこれがまたとっても大事、血糖値の急上昇を抑えてくれるものがこの酢なんです。例えば血糖値が急上昇してしまうようなパンとかパスタとか、要は小麦製品とか、お米で言えばまあ一番多いのは白米ですよね。そういったものを食べてしまうと一気に血糖値が急上昇してしまう、その間に体内にその脂肪を溜め込んでしまうというのがですね、やっぱり割合が増えてしまうんですよね。そこをこのお酢を取ることで緩やかにその血糖値をですね、上昇させてくれる、まあ、要は抑えてくれるわけですから、その間脂肪も溜め込みにくくすることができるんですよね。そしてこのリンゴ酢はその脂肪のアプローチだけではなくて、見た目にもですね、貢献してくれるんですよ。嬉しいですよね。例えばですね、私のサロンにお越しの方もおっしゃることがね、多い一つが、先生もむくみますって、体がむくむって、朝起きたら顔がむくんでますって、で太って見えちゃうってね、そこがやっぱ悩みの方って多いんですよね実は。ところがこのリンゴ酢を取ることで、
むくみも改善することができるんですよ。嬉しいですよね。だってせっかく体重が減ったのに嬉しいと思っても、見た目がそこまで変化がなければ、結局体重が原因ではなくって、むくみが原因で太って見えるとしたらいかがですか。もうすごくなんかこう損した気分になりませんか。そんなの嫌ですよね。そこでこのリンゴ酢を取ることでむくみまで改善してしまいましょうねというダイエット法になります。ではここから2つ目の項目、何を取れば痩せることができるのかというこの2番目に移りたいと思うんですけども、もちろんベースはダイエット効果の高いリンゴ酢を使うんです。で、今回私がこの動画でお伝えする簡単にできる痩せるレシピというのは、もう一つ材料を使うんですね。それは何かと言いますと、メインはリンゴ酢プラス梅干しを使っていきます。この2つがメインになります。もうリンゴ酢のダイエット効果は先ほどのお話でもバッチリですよね。実は梅干しもですね、すごくダイエット効果が高いんですよ。こちらです。リンゴ酢と同じように脂肪をね、燃焼してくれる効果があります。そしてその結果代謝も上げてくれますから、あなたは同じようにですね、カロリーを摂取したとしても、その取ったカロリーを燃やす力がアップするわけですから、これは使わない手はないですよね。私も今回あなたにこのお伝えするレシピはとても気に入ってるレシピで、我が家でもですね大活躍してるレシピですので、ぜひお役立てくださいね。ではお待たせいたしました。いよいよここから簡単にできる痩せるレシピ、あなたにご紹介して終わりたいと思います。今回はこちらです。痩せるドレッシングになります。いかがでしょうか。野菜を食べていますダイエットのためにというあなたも、もしかしたらですね、なかなか例えば痩せないなと思ってらっしゃる原因の一つにドレッシングが関係してるかもしれないんですよ。お野菜そのものはですね、もちろん痩せますよね。たくさん召し上がっていただきたいんですけれども、その食べる時の調味料が実はですね、太っていた原因だったっていうことがね、要因の大きな一つに挙げられることがあるんですよね。なぜかというと、ドレッシングの中には、大量のお砂糖であったり人工甘味料であったり、余計な添加物ですよね、そういったものがもたっぷり入ってます。でそのドレッシングをドバドバかけてですね、いくら大量に野菜を摂ったとしても逆効果なんですよね。なぜかというと、そういった添加物たっぷりのお砂糖たっぷりのドレッシングというのは、もうまず腸内環境を乱す原因になってしまう。結果痩せ菌たちが暮らせなくなってしまって、その結果デブ菌たちのもう大好物ですから、添加物も砂糖もですね、そういったのをもうガブガブデブ菌がですね食べていくわけですよ。もうどんどん繁殖してですね、そうするとどうしてもたとえお野菜を食べていたとしても太ってしまうっていう、その悪循環にならないためにも、ぜひダイエット効果の高い、先ほどご紹介しているこのリンゴ酢をですね使ったドレッシング、すぐできますから、あなたも作ってみてくださいね。じゃあまず材料のお話です。梅干し1個で、この梅干しもとても大事で、とにかく無添加の天然の梅干しを選んでください。ソルビトールとかですね、いろんなこう甘味料が入っていたりとか、pH調整剤とか、その腐りにくいためにですね、するためにいっぱい添加物入っている梅干しは逆効果ですよ。なのでもう本当に梅、食塩、シソみたいな、この3つだけでできてますっていうような、もう美味しい、本当に昔ながらのね、おばあちゃんがもう手間暇かけて作ってくださったような、もうあんな梅干しです。わかります？綺麗に加工してあるようなものじゃなくって、もう素朴な梅干しですよ。もう梅干しをね、もうしっかりと日に浴びたような、ああいった梅干しを召し上がっていただくと、もう本当にいいですよ。もう腸がもう大喜びします。そして次、リンゴ酢小さじ2ですね。そしてこのリンゴ酢も無添加のものを選んでくださいね。気をつけないと、市販のそのスーパーで見かけるリンゴ酢は、その別のお酢がブレンドされていたりとか、そのままその薄めて飲むタイプで、いろんな甘味料とかですね入ってる可能性があるんですね。そういった混ぜられたようなですね、添加物が入ったようなリンゴ酢ではなくて、ちょっと私がですね、今回選んできたのはこちらなんですけども、ちょうどですね、そちらのスーパーでは、このミツカンの純リンゴ酢が売ってたんですよね。で、私も毎回ですね、別動画でもしつこいぐらいお伝えしてますけども、何かを購入するときは、もう必ずこの裏の原材料名を絶
対に見るんですね。そこに添加物が入っていないかなとかね、必ずチェックするんですよ。なので、あの、怪しいです。もう手に取ってはチッみたいな、ね、これもダメみたいな感じで戻してる人がいたら、それ私のことです。もしくは私は動画をご覧なさっている方々だと思うんですけれども、もうとにかくこの原材料名を見ると安心ですよ。何が入っているかと言いますと、リンゴ果汁だけです。でよくですね、あのリンゴ果汁にアルコールって書いてあるリンゴ酢もやっぱたまに見かけるんですけども、まあ、できればですね、そのアルコールですら入っていないような、こういったリンゴ果汁のみでできているリンゴ酢をぜひ選んでくださいね。で、かっこ国内製造ということで、みつかんさんが出していらっしゃるリンゴ酢でした。国産です。しかも国産のリンゴ果汁 100% 使用ということで、フルーティーで豊かな香り、ドリンクにドレッシングにということで、こちら本当に飲みやすいんです。あのよくですね、例えば痩せるからリンゴ酢飲むぞと思ってですね、よくご存知じゃない方はこのリンゴ酢をですね、そのままあの飲もうとされる方がね、稀にいらっしゃるみたいなんですけども、ダメですよ。そんなね、リンゴ酢の取り方をしてしまうと、あのそもそも胃や腸にすごくあの刺激が強すぎてですね、負担かけてしまいますし、何よりね、お気分が悪くなると思うんですよ。ブーみたいな、焼けるみたいな。なので絶対このままストレートで飲んじゃダメですよ。なので私は実は別動画でこのリンゴ酢ダイエットをお伝えしている動画では、リンゴ酢のドリンクもねお伝えしてるんですよ。あのもう適量でいいんですけれども、要はあの天然水であったり無糖の無添加の炭酸水にこういったリンゴ酢を、まあ、大体大さじ1入れて、ちょっと蜂蜜も入れながらよく混ぜて1日1杯から、まあ、多くても2杯までを飲んでくださいねっていう動画もあのお伝えしておりますから、もしご興味おありだったら、あなたもこの動画が見終わったらそのリンゴ酢のドリンクの方も見てみてください。ただ今回はこのリンゴ酢をですね、ドリンクではなくて日頃のお食事にこう上手に取り入れることができないかなと思って私が作ったのがこのドリンクなんですね。ちょっとすみません、話脱線しましたけれども、純リンゴ酢を選んでくださいね。無添加ですよ、お願いします。そしてドレッシングですから、このねオイルがいります。でこのオイルもあの本当にあの植物油みたいな、ああいったお体にですね、やっぱり良くないものがいっぱい入ってるオイルってもう残念ながらねあるんですよね。しかもダイエット向きのオイルというのはやっぱりこのオリーブオイルになります。でこのオリーブオイルもできれば JAS マークがついたもう認定のやはり良質のものを選んでください。あの遮光性の瓶に入っているようないいオイルを選びましょうね。だってそんなにドバドバ使うものではありませんから、ちょっと良質のものをね選んでいただけたらなって思います。でオリーブオイルは小さじ2分の1ですね。できればバージンエキストラオリーブオイルを選んでください。そして醤油です。これが小さじ1ですね。このお醤油もあの丸大豆醤油とか、もう本当にしっかり熟成されたようなあのカラメル色素でこう色が着色されているようなものではなくって、あ、ごめんなさいね、まとめていってしまいました。良くないお醤油というのはそのカラメル色素で色がついていたりとか、いろんなその砂糖とか良くないものがやっぱりいっぱい入っているものはダメです。やっぱりお醤油ももう本当にもう素朴な、もうそのまんまですよ、こう長期熟成された丸大豆醤油でみたいな、ああいったお醤油を選んでみてくださいね。で詳しくこの調味料についての選び方というのは冒頭でお伝えしました LINE にご登録いただきますと、あなたが今すぐできる調味料の選び方も分かりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。ということで、すいません前置きが長くなりましたけれども、こちらの材料をただよく混ぜるだけで出来上がりです。ただ混ぜるといっても、この梅干しはねしっかり種を取っていただいて、こう果肉ねこうよく潰していただいてっていうの下準備がちょっとありますけれども、もうすぐにできますから。でこちらにねあのすりごまとか入れても美味しいですし、こちらの材料にちょっとですね、まあ、ごま油とか垂らしていただきますとちょっと中華風になったりしますので、ぜひぜひあなたなりのアレンジをされてみてもいいと思います。でまたもしあなたがおすすめのこういったアレンジがありましたら、こちら YouTube のコメント欄に私までメッセージくださいね。もう楽しく拝見させていただいております。さあいかがだったでしょうか。今回のこの動画では
ダイエット効果の高いリンゴ酢を使った簡単にできる美味しいレシピをご紹介いたしました。ぜひリンゴ酢ドリンクだけではなくって、日々のあなたの生活にこのリンゴ酢を上手に取り入れてくださいね。ただしどんなに良くてもですね、摂取量に限りがありますよ。だいたい多くても1日に大さじ2杯までにしてくださいね。取りすぎてしまってはやはり何でもそうですけれども良くないので、取りすぎ食べすぎには注意してくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。